皆さんこんにちは。週刊文春2014年3月13日号にて薬物報道がされた清原和博さん。清原和博緊急入院薬物でボロボロ、カリスマモデル妻は刃物を持って追いかけ回された、というトップ記事で、違法薬物使用による副作用の治療のため大学病院での診察後に清原に直撃した記事が発刊され、世間を騒然とさせましたが、それからというもの本人は改心したようで、薬物とも縁を切ったと周囲に話していました。しかし2020年3月のこと、清原さんが再び世間を驚かせるニュースが出ます。タイトルには銀座乱闘事件とあり、穏やかではありませんでした。大柄な男性が警察官と押し問答をしていたんです。警察官ややじ馬が集まり、物々しい雰囲気でしたよ。最後は観念したのか、男性はおとなしくパトカーに乗り込んでいましたね。そう語るのは、ことの一部始終を目撃した近くの店に勤務する黒服男性。目の前で警察官とパトカーに乗り込んだのは元プロ野球選手の清原和博さんだったと証言していました。この時清原さんのシャツは袖が破れ、まるで乱闘後。舞台は2020年2月27日午前2時頃の銀座でした。清原さんは高級クラブから出てきたところでした。この店は清原さんの行きつけなんです。座って5万円という高級店。この日は夜10時頃から4人で飲んでいたそうです。豪快な飲みっぷりで、女の子たちとも楽しそうに話していたんですが、だんだん路列が回らなくなり、見かねた仲間が帰ろうと促しても応じず、押し問答のようになったと。気づいたら店の外で服もあんな状態になっていたので、喧嘩と間違われたらしく、誰かが警察を呼んだのでしょうね。実は去る1月17日の夜にも清原さんが同じ店を訪れる姿を某週刊誌は目撃していました。芸能関係者は次のように語っています。清原はこの店に2019年11月のオープン当初から通っていて、シャンパンなど高級ボトルを何本も開けるなど派手に遊んでいますよ。当の本人は大虎騒動をどう思っているのでしょうか。その日は友人に呼ばれて1ヶ月ぶりに銀座に飲みに出かけたそうです。本人は泥酔して覚えておらず、翌日友人から聞き、かなり反省しているそうです。せっかく真面目にやってたのに、親しい知人、全国紙の警視庁担当記者がこの夜の顛末を語っていました。2月27日の早朝、清原が築地署に連行されたという一報が入りました。ただ喧嘩やトラブルではなく、自ら薬物の尿検査も受けると申し出て、結果は陰性でした。厳重注意の上、迎えに来た知人と帰宅したそうです。事件性はなかったと警察関係者も苦笑交じりに明かします。第三者に危害を加えたわけでもなく、覚醒剤を使用した形跡もありませんでした。ただ当夜のことは本人には全く記憶がなかったと後日聞きました。2019年末テレビ番組で薬物を断ち切る決意を問われると、これは日々一日一日気を引き締めて生きていくしかないのでと首相に答えていた清原さん、どうやら最近では羽振りが良くなって夜遊びも復活しているようです。ジャーナリストは清原さんの近況について次のように話していました。最近は厚労省主催の依存症問題の講演やトークイベントに引っ張りだこで、収入も安定しているんです。それだけに私生活が乱れないか周囲は心配しています。元妻でモデルの秋さんは2019年11月女性ファッション誌 HERS の連載最終回で元夫の著書告白を取り上げ、こう綴っていました。涙が止まらなかった。告白は尊敬と怒りと後悔と慈愛と感謝が詰まった一冊。彼は罪を犯しましたけれど、今の姿を応援したい。逮捕から4年、元妻の言葉は清原さんの胸に届いていたのでしょうか。前妻の秋さんはこの告白本が出版される前、自分や息子の話がさらされ、また周囲が騒がしくなるのではと恐れていたといいます。2016年3月に保釈された清原さんは病院の VIP 室で糖尿病の治療を受け、その後も大阪の高級マンションで治療に専念。半年後の9月には宮古島でバカンスにふける様子が週刊誌に抑えられていました。12月には約1年ぶりとなるテレビ出演、ニュースキャスターにて更生した様子をアピールしていました。この辺りから立て続けに番組出演を受け、暴露本の出版にこぎつけた様子でしたので、さすがに金欠となったのではとささやかれていました。
金儲けのためにあることないこと書き立てられるのではと暴露本出版にあたって危惧していたようです。またこの頃には再婚をささやかれている彼女もいました。逮捕される前から付き合っていた彼女は銀座のクラブに勤めるシングルマザーでハーフ美女、しかしその後に破局したと報じられていました。しかも騒動前に清原さんは彼女にプロポーズしていたようです。結婚するため彼女にもうやめたと言っていたらしいですが、隠れてしよう、そのことがきっかけで清原和博氏と別れることを決意したといいます。当時彼女が勤めていたクラブの関係者も清原が逮捕されてから彼女は清原と別れると言っていたんですが、切れなかったようです。清原のマンションに足しげく通っていて、清原をサポートして結婚すると親しいホステスに言っているようですと明かします。清原和博さんと親しかった銀座のクラブ関係者も、清原は彼女と再婚するために治療に専念しているようですよと話していました。復縁したとか言われていましたが、結局騒動後も破局していなかったことになります。では清原さんの彼女とは一体誰なのでしょうか。分かっているのは母親がアメリカ人のハーフ、父親が大手航空会社の役員、大手芸能プロに所属し2009年頃まで芸能活動をしていました。現役大学生ながら銀座のクラブで働き、娘が一人いるシングルマザーということ、ネット上でもエリナなどと何人かの名前は挙がっていましたが、完全に特定するところまでは至っていません。それから6年近く経った2023年現在も清原さんの再婚の報道はされておらず、また新彼女の噂もないため、現在この女性との関係がどうなっているかは分かりかねます。金欠がささやかれていた清原さんですが、現在は元野球選手の中ではナンバーワン YouTuber となっており、登録者は50万人を超えています。活動のメインは動画配信でしたが、2022年2月には中日の沖縄キャンプに招かれ、4月には地上波の野球中継で解説者を務めています。薬物事件後は球界から事実上の出禁状態だっただけに、ファンにとっても嬉しい限り。そうした中、次のステップとして期待されるのは指導者としてのグラウンド復帰です。実は早ければ今年の秋季キャンプにも臨時打撃コーチとして招聘されるのではとの噂が流れています。スポーツ紙記者、名前が挙がっているのは中日 PL 学園時代の後輩立浪監督が指揮を取り、2軍監督も同じく後輩の片岡敦氏、就任後から清原さんのキャンプ訪問を熱望し2人が招待する形で実現しています。中日は長打力を長年外国人選手に依存しており、日本人のホームランバッター育成が積年の課題です。今年1軍で活躍する鵜飼浩介、石川昂弥の両選手は次世代の長距離砲として期待される逸材。清原氏もキャンプ中2人のバッティングを絶賛していました。長距離打者に特化したコーチとしてはまさにうってつけの人材です。やはりあれだけの選手、指導者としてグラウンドに復帰する姿も見たいものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。